メンバーは共済会を始まって、私なんかの仕事始まってリセンサーをもらったメンバーは宮越千畑さん支店長ね、それから石原慶三さん時計ホテルのご主人、それから高橋勝さん会計士の人で、私と4人でございました。それ以上は教会で許さなかったんです。教会の使いとしてそれだけが仕事始まったわけなんです。そして、そのリセンサが6月の3日にいよいよはっきりした、王子プリチコをビシとしてもらったリセンサが6月3日に出て、それから正式に始まったわけなんです。その次の朝、リセンサができた次の朝、朝はもううちのポルタに朝の8時から刑事が来て待ってました。3日間私の後をついて、本当に事前授業をしておるかということも見てくれて、3日目に笑って別れました。そういうあれで、仕事をだんだん始まりまして、そこへ結核性見えたり、気違いが見えたり、孤児が見えたり、貧困者の方が見えたりして、そしてどういうふうにこの人たちを手伝っていいかわからないってすると、そのお金を家賃を払う金でもやったり、そして生活の金をやると、その奥さん方が、ご主人は中へプレーズに入っていますから、奥さん方がみんなその時はよく盛んでした。ビッシュをかけるのが、ビッシュにかけても開けていくんで買い物もできなくなった。それじゃいけないからと思いまして、3つのところ、ピンエール の食料品売るところと、コンデの角と、ヴィナ・マリアーナの3つの店に切符制度にしました。タロン制度にね、私の方へもらいに来て、そして一家族に1ヶ月分の生活の食料品を渡すことになりまして、それを持って各店に、近いところに店に行って、そしてもらってくる。そしてお金は一切持たせないようにして、薬なんかこっちで買って、家賃はこっちで払うようにしまして、そういうふうに戦争中面倒見てきました。月島に私が行って払え、コンタを払ってですね、そういうふうに戦争中の間面倒見てきました。